皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ浦和でカスタマイズした車を紹介したいと思います。紹介してくれるのはガックンこと高橋くんです。はい、よろしくお願いします。もうガックンといえば LC。 はい何その絶妙な間は。はい、あの以前ご紹介させていただいたマットホワイトの、あとゴールドの方いか、はい、の LC 以来かなり LC の依頼が多いということで。そうですね、ありがたいことにいっぱいお問い合わせいただいてます。で今回はその依頼いただいた LC の中の1台、はい、で車が LC の中でもハイブリッド、そうですね、を今回カスタマイズさせていただいたみたいです。でどこから触っていきましょうか。ボディカラーちょっと珍しい感じの。そうですね、いい色だと思います。グレーでかなり、グレー系の、はい、そしてカスタマイズのメインとしてはローダウンとタイヤホイールの足元な感じでしょうか。はい、基本的に今回足元だけっていう感じです。はい、じゃあペイントカスタマイズとかなんかつけたりとかっていうのなく。そうですね、本当に足元だけちょっとカスタマイズした感じで。はい、でホイールはちなみにこちらは、これは BC フォージド HCA192 っていうモデルになります。でちょっとホイールの紹介の前に僕は物申したい。もう今日このホイールを紹介するのになんていう T シャツを着てるんですかアナーキーです、はい、ちゃんとこっちの T シャツ着ないとダメなんですよ。はいはい、まあ、アナーキー着てる高橋くんなんですけども、はい、紹介するホイールは BC フォージドってことで、はい、ちょっとこれは正直僕これ実物見る前はホームページの写真でしかイメージなかったんですけど、はい、だいぶホームページの写真とやっぱり実物違う。そう、コンケーブがすごいきつく撮れる車なんでちょっとホームページの画像とは違いますね。なるほど、やっぱりオーダーのホイールだからこう、はい、作るデザインとかその深さによってかなり見た目の印象が変わってくるっていう、はい、でホームページの結構平ら、まあ、平らなんで。そうなんですよね、今回かなりこう逆反りがきついんでもう全然違う印象に、すごくなんかおしゃれな感じです。はい、そして組み合わせるタイヤは265-35-21 ミシュラン、ね、で聞いたらなんか22インチも入るってことで。22も入ります。ただ今回あえての21。そうですね、あのマットホワイトの車も、21です。なるほど、はい、なんで同じようなセッティングで、つけてます。まあ、22だとその乗り心地と、あとはそのコンケーブ具合も。そうですね、21の方がきつくつくんで。なるほど、はい、まあ、ここからスタートするかここからスタートするかでその逆反り具合が変わってくるっていう、はい、だその辺も含めてご相談いただければ。そうですね、もうガックンはもうバッチリなものが LC で提案できると。はいハードル上げすぎ大丈夫。そうですね、はい、そして今回ローダウンも結構はい、これ RSR の、車庫調でローダウンしてます。なるほど、はい、そしてこれ上げることも。そうですね、リフターもロベルタのリフター今回付けさせてもらってるんで、じゃあいざという時はちょっと上げて。そうですね、緊急回避もできるようになってると、はい、だから結構低めですけど、まあ、使い勝手も損なわれてないと。はい、はい、そして、まあ、一応後ろも触れておきましょうか。後ろも21インチ。はい、はい、で後ろはさらにコンケーブがかなり取ってあると、はい、後ろは 11.5J。 なるほど、はい、結構なサイズで、はい、でタイヤもホイールも、タイヤも325を履いてます。つらつらになってございます。はい、なんかこう LC ってこうすごく車のパッケージとしてよくできてるじゃない。はい、もう乗り心地もいいし高級感もあるし、はい、なんかもう壊れそうな要素一切ないし、はい、けどなんかちょっとこう優等生な感じもするところを今回この足元でちょっとこう悪っぽさというか、はい、そうですね、ちょっと渋い感じに。そして今回本当に足元だけなんで特にウイングだったりだとか、あとマフラーなんかも全く触ってない、はい、全く触ってない。なるほど、もうそのメッキーが意外と多い車なんで、あ、まあ、ちょっとそこら辺を活かしつつ。なるほど、これ窓枠とかも触ってない。触ってないです。あ、そうなんだ。じゃこの辺も全部そのまんまで。そうですね、この足元だけでこんなにかっこよくなっちゃうっていう。で、まあ、ちょっと紹介通り過ぎちゃいましたけど、キャリパーもしっかりペイントしてる、はいはい、これ元色は。元色黒っすね。あ、なるほど、黒に白かシルバーロゴ。あ、なるほどなるほど。を、まあ、ちょっとホイールの色味と合う色味で、ちょっと色味的にはこう反転させる感じで。そうですね、なるほど。でロゴも完全再現してあるんで、パッと見言われないとこれあれ純正でこんな設定ありましたっけっていう。そうですね、なるほど。やっぱりホイールをこう変える上でキャリパーのこのカラー、ロゴ重要。意外と、あとはまあ車の色とも。あ、なるほど、その辺は相談いただければ、はい、どんな色にも
まあ、足元ホイール含めていろいろコーディネートができると。はい、であとこれキャップなんか見慣れない感じのが、はい、一応今回純正のキャップ BC 純正のキャップ仕様っていうのも作れるんで、それで純正のキャップを使ってるんですけど、LC のキャップってもともと黒なんで、ちょっと違う車種の、あ、やっぱり、はい、ホイールの色味に合うような、ちょっとスモークっぽいやつを取り寄せてつけてます。なるほど、確かにここ真っ黒だとちょっとおかしい気が、合わない気が、そうなんですよね。じゃあその辺も細かいところですけど、はい、やってあると、はい、でちなみにこの辺は純正、それいやマックガード、これに合うようにマックガードもそうそう、はい、しっかりつけてあると、はい、じゃあ続いてリフターの動きちょっと見てみたいと思います。お願いします。速い、そしてハイブリッド静か結構上がりますね。もう全然どのぐらいだろう、20センチまではいかないけど、エアローつけてないんで、ここまで上げれば全然、じゃあさすがに車止めダメだけど、もう全然こうスロープで行くようなところはだいたいこれでクリアできるんじゃないでしょうか。そうですね、こんな感じでもう純正車高より上がってるぐらい、純正車高ぐらいなぐらいかな、はい、そんなのもついてる。あ、下げるのも早い。早いです。なるほど、はい、というわけで今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた LC をご紹介させていただきました。もう LC のカスタマイズは結構おかげさまで本当に、はい、本当にすごい、はい、いっぱいいただいてるんで、高橋君のところかなりご依頼いただいてますんで、はい、まあ、何でも足元から、まあ、エアロパーツからいろいろできますんでご相談ください。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。I'm rich.